サムスンはトルコ国会地方のサムスン県にある都市で、同県の県と、大きな港を持ち、国会沿岸で最大の工業都市である。人口は396,900人。イスタンブールから約 850km、アンカラから約 450km。紀元前47年、ローマ軍によって占領される。ローマ帝国の分裂後は、東ローマ帝国によって支配される。 1200年、セルジューク朝がサムスンを占領支配する。その後、イルハン朝によって支配される。サムスンはジェノバの貿易拠点として組み込まれる。15世紀初めにはオスマン帝国によって支配される。ジェノバが逃亡する際に街が破壊された。第一次世界大戦でオスマン帝国が敗北し、その解体が決定された後、 1919年5月19日、ムスタフ・ァ・ケマル・アタチュルクがサムスン港に上陸。外部勢力に対する抵抗運動をここから始めていった。トルコ共和国では、ケマルがサムスン港に上陸した5月19日を祖国解放戦争開始の記念日と定めている。2017年にはデフリンピック夏季大会が開催された。キッペンの気候区分では、 温暖湿潤気候であるが、比較的夏に乾燥するため、地中海性気候に近い特徴を持つ。日照時間は地中海性気候の特徴が強く、冬は曇りがちで日照時間が少なく、夏は日照時間が非常に長い。海洋性気候であり、年角差は小さく年中温暖である。ありがとうございます。